日計画代表接客アドバイイザーー内ののオンタイムトーク水曜日の時間でございます、えー、今週はですね、先週に引き続きまして、えー、ほやほややの文さんをですね、ゲストにお迎えしております。先週はですね、あのー、ほやほややの話を聞こうと思っていたら、えー、いつの間にかあの牛タンの話になっているという、とても不思議な <laughs> 展開になっていましたが、えー、文さん、今日もよろしくお願いします。 はい、よろ先週 <laughs> はあの結構もうそのんですか塩釜の幼少期からあとはまあかまぼこ屋さんになってみたいなところ入ったんですけども。 今週ちょっとそろそろですね、うん、そのほやほや屋さんについてちょっとお話を伺いたいなと思ってるんですけど。あはい、はい、あそうですね。そうそう。<laughs> それ、それ言わない方。<で> <laughs> <laughs> あれでも、もともと、まあ、僕たちはね、あの近しい人たちは知ってますけれども、もともとかまぼこ屋さん辞められて、ほやに行くって、なんか誰も思ってなかったんですよね。まあ、思ってなかったけど、最後の方はなんかほやのことやってましたけど。っていうかね、あの、やっぱりさ、こう。 震災があってね、はい、2011年が契機になってでやっぱりうちも工場2つあったの一1個失って、はい、規模的にねもうなんだろう縮小せざるを得なかったで当然そのその前からさっきも言ったけどあの先週も言ったけどえっ、ー、とご飯のおかずとか、うん パンの数とか、まあ、いわゆる食卓の変化で、食べるものが変わってくるわけだ、当然ね、はい、その食,食文化が。で、お酒で言うとさ、日本酒がやっぱりさ、相対的には落ちてて、で、おやっぱ伸びてのワインとかね、発酵酒と、はい、やっぱ全然違うんだよね。そうするとさ、えー、塩辛食べながらワインは飲まないわけさ。はい 簡単に言うと、そうする変化の多様ってのは、そんな難しい話じゃないんで、そういうことなのよ。なので、練り物を、未来英語を作り続けて、将来がね、描けるかっつう話、それは描けないでしょうよって、おでんだね作ってさ、白いってどうぞは難しいだろうって、<laughs> 違うだろうっていうことで、いろんなことをね、そのまあメンチカツ作ったりさ。あ,ありましたね すり身という食材の新しい有効活用っていうのを考えようってことで、はい、接着剤にしたんだよね。うんうん、それで素材をマグロにしたりホヤにしたりいろいろこうやってでメンチカツ、いろんなメンチカツを作れるんだよ。はい、ね、すり身があると。はい、そういう新しい文化を作って一緒にやったでしょ、一時そういう。でもあれは新しいすり身という食材の まあ有効利用なわけでそれをまあことごとく否定されてまあその昔からやってるものは残ると余計なことするんなっていうことでうん、うん、まあそれはもうずっとそのなんだろうねこういぶってたんだなこのいわゆるう「いや違ういや違う」っていうのはね。でなんかその社内にうん頭が2つでき てしまった感じになって、これよろしくねえなっていうのはずっとそのあって、はい、で、えー、そんなこんなの時に、えー、宮城県漁協さん、まあ、取引があったんだけど、ホヤ、うん、をね、大量に持ってきたんで、ある日、うんうん、でどうしたのって言ったら、余ってるから、なんか使えませんかって、その食材として、練り製品の材料で、ほや、はい、使えませんかね 持ってきたの、はい、でまあ生で持ってこられても絶対使えないから、はい、どこかで剥いて加熱してボイルして冷凍した状,況状態で持ってくればまあ混ぜて使えるかもねってな話で、で開発の連中と一緒にいじってでもなかなかね難しかったそのスリミットをやってこう相性がよろしくなくてあそういうもんなんですか 専門的に言うとね、うん、収縮率が違う要するに熱を加えたすり身って膨張して縮むんだけど親、はい、はほとんど膨張しないので中がすり身と親の間に隙間ができてる中、うん、できそこになっちゃうんだよね、はい、まあそんなのもあってそれでメンチカツに使ったのよ親、うん、の身をミンチしてすり身でくっつけてパン粉まぶして、はいはい すり身のパーセントは7%から8%なので、食べた時にすり身感はないので、はいまあ、いわゆる練り物食ってる感じはないんだよね。でも、すり身がないとできないので、練り製品なんだけど、まあ、ちょっとその辺はあは専門的な話ですけど、はい、まあいずれにしろ、なんとかしたいなっていうのが、はいで、どうしたのって言ったら、いや、捨ててますっていう話になって、はい、捨ててるってどういうことって言ったら、まあ、実は韓国が輸入を止めた関係で、 せっかく漁師がその20 2021年全部失ったものを復活させて2014年、5年ぐらいの時の話だからね、せっかく復活させたのに、せっかく養殖をここまで戻して出荷できるまで来たのに、うん、捨ててるってどういうことよって、なんか知んないけど、その漁連の人を隣と飛ばしてさ、<laughs> なんか俺、怒ってる相手違うなみたいな。で <laughs> ね。 まあ、とにかくその、だめだろうと、そんなので、漁師はどうしてんだよって養殖業者はったら、まあそ、その東電が交渉に応じてくれて、えー、廃棄した人には金出してるっていう話を聞いて、<laughs> はい、また怒ったんだよ、<laughs> いやー、じゃっいいか減にしろよって、それだめでしょって、うん、そうじゃないよってなその食べればいいんだろうよっていう。 いうことを、まあその時に、まあ、直感的にだよね、はいあの輸入を再開、輸出、要するに、まあ、韓国にっとは輸入だ、はい、輸入をね再開させようなんていうことではなくて、はい、そんな、ね、あの小ざかしいことではなくて、いいよ、そんなの頼まなくたって、国内で食えばいいじゃねえかっていう発想にこう回路がつながって、でその話を社内の取締厄介かなんかの時にして、 こういう社会背景があるので、えー、新しい事業部をね、立ち上げて、まあ、予算はそんなにいらないから立ち上げて、えー、そこでやるということで、新しい目を芽吹かせることもできるし、まあ、いろんな展開ができるし、はい、会社にとってもう1つの柱、もう2つの柱っていうのはあった方が将来的に絶対安定するから、これやるべきじゃないのっていうことを話をしたら、 もうボケかすけちょんかちゃんなって、<laughs> <laughs> あもうこれだめだな、いい機会かなーって、まあこっちもちょっと思って、はい、まあでやればよそでやるわということで、<laughs> えちょっとおいとまさせていただきますという流れがあって。はい でまあその伏線もいろいろあったんだけどね、うんうん、これはでも言うとね、ちょっとお,お家の事情になっちゃうので、はい、まあ一言だけ言っとくとね、創業者の八十当時84歳の人が80、80%株を持ってたという、非常に危険な状態だった。ころっといったら大変ですからね、これ。ころっといったら本当に、これ相続税計算しただけども5億です、<laughs> 当時の。 金額で今そんなにないだろうけど、はい、そんなの払えっこないし会社なくなっちゃうよいうので、うん、まあ株を引っぺがす作戦を売ってたんでねその頃うん、うん、まあそれが気に入らなかったでしょうねきっとね特にもうあのもう少し高いとこから物事を考えないとさってまあすいません愚痴で <laughs> <laughs> まあそんなことで、はい えー、何人かの仲間にも出資をしていただいて、まあ、当然自分も出資をして、えー、今の会社、東庫という会社を立ち上げてで、初代社長は俺ではなくて、まあ、その中の一人の高橋君、はい、今はもういなくなっちゃったよ、ねうんだけどね、その人が代表をやって、まあ、私がその常勤の役員ということで、ほぼ二人で始めた。うんうん、あれはな,でなんで東庫っていう名前なんですか、あれはいや、その高橋っていうのはつけたの これはもっとわかりやすいようにってなたんだけど、なんだかねずに考えたんだって。そうなんですか、どういう意味なのかなと思って。なんかね、波が砕け散って、光にきらめくっていう意味らしいああすっげえ難しい事実ですもんね。波と波がばーっと散って、そういうイメージなんでもどこに行ってもさ、なんか経営者中国人ですからそう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 なりますよね。 まあまあそんなことで、まあ、もうあの某、えー、バス屋の社長なんかにもすごく協力してもらって、はい、そうですよねで2017年に立ち上げましたで、えー、当然ながら、えー、食べてこれを食べて救うことっていうのが社税です。社訓は、えー、国内で ホヤ、えー、の需要を圧倒的に増やす、尺とは言わないですけど、方針というか、方向性。で、えー、まず店を作った、まあ、これはもうあの開発拠点にもなるし、はい、いろんな意味で店がないと、うんえー、具体例を示せないので、まず店を作るということに着手して、2017年の11月にホヤホヤや,ほや,やっていう店を立ち上げた。 で、えー、翌年の秋に、華教員の店、2店舗目をオープンして、3年目に入った時にコロナがやってきたんうんだから、その実質ね、えー、4年ですけどね、やって、はい 2> えー、丸2年コロナですよ <laughs>、えー。これはもうね、明日潰れてもおかしくないですよ。うん ただ、あのもう本当、じたばたしてなんとかしようっていうので、はい、俺はもういい年越って、キッチンカー乗り回してさ、稼いで <laughs> ただね、あのー、なんて言うんだろうな、やりがいというか、はいえー、間違いなさというか、可能性というか。うん 俺はね、やればやるほどとてつもなく感じるわけよ。うんうん、まあ、過去の今までの人生の中で、多分ね、一番今可能性を感じてるかもしれない。うん、うんだって食べ方知らないからさ、みんな。え、はいね、刺身か酢の物しか知らないんだから。えー、時々虫ホヤなんてさ、はい、知らないでしょ、それしか。うん、ということは残りは全部のびしろですよ、僕らから見たら。うんで まあ店でやってもそこそこお客さんから評価されるし、店で展開するぐらいではシャレにならないとかまか、全くそれはもうね、先光花火みたいなもんで、やっぱりね、もっともっとこう需要を増やすためには大きな花火を上げないといけないので、ちょうどそのまあ導火線に火をつけて、これから大きな打ち上げ花火を上げようぜとこういうのが今の現時点。2000 何年だっけ今2021年、はい、で2022年にはまあ、えー、単発か23発花火を上げて2023年にはジャンボスターマインだろうっていう花火、ね <laughs> <laughs> まあ、に例えると今そんな感じですよ今まだようやっと導火線に火をつけた感じ、うん、でも、あのー、最初の2年は本当に手探りだったんだけど、はい、やってるうちに 唐揚げ、ホヤの唐揚げという部分で、うんえー、皆さん聞いてる方、ぜひ検索してください。ホヤの唐揚げ、えー。本当に可能性がある。うんえー、食べた人がクブクリン、えーン、ハマる <laughs>、えー。有毒患者になります。<laughs> えー、嫌いな人もクブクリン、これなら大丈夫。うん、と言います。えー これはね、ちょっとびっくりですよ。で、いろんなとこに、今も、はいえー、ほぼ休みなく出店というか、まあキッチンカーを入れて、メインはほやからでやってるんだけど、はい、旗見て寄ってくる人がいっぱいいる。んふんふんこれがね、まあ、宮城県人にやっぱこの DNA がね、ほ、え、や、ー、<laughs> が入ってるんですね。ほやに反応しちゃうっていうさ、え <laughs> っていう。 ええー、唐揚げなんつって寄ってくる親父がいるのよ。<laughs> 何、唐揚げなん生ねえかなんつってさ、甘、はいですね、唐揚げ食ってないよっ食ったらみんなハマるよ。はいあたくなに食わない生原理主義者もいます。<笑><笑>生原理主義者も面白いですね。ええー、それはしょうがないですね。それは一生それで終わってください。はい。<laughs> それは無理に無理とは言いません。うんでも。 せっかくだからメイドの土産に一口ぐらい食えよっていうね、<laughs> 心の中ではそういう <laughs> あります、えー。なかなかね、えー、しょうがないですね。でも、でも若い女性がね、ものすごい勢いでハマってますよ、親からに。うん、もう、あのキッチンカーのね追っかけやってる子も最近出てきて。マジで でねみんなやればいいと思うんだいろんな店でね作り方教えるしさ原料供給するしやればいいと思うんだけどちょっとも広がらないから食べたい人は買いに行くんだよキッチンカーにでほやほやのペあのホームページぜひご覧くださいキッチンカーのスケジュール全部出てますのでさすが上手だな言い方がいやーあのー、いやでも見れますからそこで、うん、ちなみにですね 12月はね、はいえと、週末だけ言うと、11、12がね、おもしろい市市場ですね。あとね、18、19はね、えー、ブランチ、ブランチ似てますね あと年末の29から31、大晦日まで、はいえー、塩釜の中卸市場に。あとポツポツと、八木清也京さんの、えー、お店、いろんなお店で、あとね、えー、高砂の医科薬科大学かな、はいえー、そこで、えー、水毎週水曜日、えー、っと12月は、はいえー、ランチタイム、えー、入れさせてもらってますので。 あの論より証拠なんであの食べるものなのでね、うん、食べないと味分かんないでしょって,っているんだ <laughs> じーっとさじーっと見て人こう「えっ <laughs> から揚げ?」って <laughs> 首ひねりながらさじーっと見てる人いるんだけどさ2時間見たって味なんか分かるし <laughs> 目から入ってくるのかな <laughs> なんかさもうよっぽど俺言ってやろうかと思っだけどじーっと見て なん,だなんかいるんだよな、そういう。あ天は二物っていうかさ、なかこの人見て蜂わ,わかんだこいつみたいな。も <laughs> っと驚くよねっていう。なんか、これはちょ俺にもその能力欲しいなって思った。あの人はさ、食べなきゃ分かんないんだから、一回は食べなさいって思っね,本当はね 生協とかで、あと、はいまあ、キッカーとかもコロナ前はね、試食もちょっと出してたんだけど、コロナでそれができなくなったそうなんですよね。ねそれはなかなかつらいですよ、うん。どんな味ですかって聞かれてもね、そうですよこ、ね、んな食べてみないとわからない味ですって言うんだけどさ。そうホヤカほやか,か,らからって今、えーと、キッチンカーで買うのと、 あとあの家庭用に例えばなんか冷凍のセットみたいなのってあるんですかあそ,うそうそうそう、うん、よく知ってるね。<laughs> うん、調べた、調べた。あーあのホームページであの、サイトで買えますんで、はい、もう粉ついて冷凍してあるんで、でこれを、まあえー、180度で約2分、誘調してもらえれば。うん どこでも誰でも食べれますあれはもうネットショップだけなんですかどっかの実店舗でバラトコネットショップあとはうちのお店で売ってますね、うんうん、今生協さんにちょっとアプローチしてんだけどはい一発明しは忙しいからって言われた朝朝そういうことか <laughs> そういうことなんですねまあねこれで共同購入の方にもプッシュしたんだけどねなかなかえってね <laughs> 結局さ売れるかどうかわかんないんだよやってみないとね <laughs> だからそれは慎重になるのはしょうがないよね。まあそうでしょうね。押してもしょうがないしさ、うん、売れないものを紙面にのっけたってさ、ロスだもんね。それはしょうがないんだけどさ。うん、でせん。気持ちだよな。<laughs> <laughs> それはね、それ気持ち。欲しいな、気持ちだよ。<laughs> それはよ酔。<laughs> 酔っ払ってんの <laughs> 酔っ払ってんのって。 あ,あ、そっかって、その、はい、ちょっと、じゃあ、あ失敗してみた、やってみようって。そのハートだろうと思うんだけどさ。文さんが社長だったり、やってますよね。ね <laughs> 社長で、ね。まあ、そういうやつは <laughs>、うん。でも、とあるビール屋がちょっとのってきそうなんだけさ。<laughs> あ、そうなんっすか。面白いよ、これ、来年は。えー、いろいろ動きがあるんですね。 誰か、こ,これ聞いてる人の中でね、あの本当、大歓迎なんでやってみたいっていう人いたら、もうサンプルボ、ンボ,ンボンボン送りますから、言ってくださいよ、本当に。やりたいっていうのは、飲食店でメニューとして出したいとか,いうですかああ、そうです、そうです。うん、<laughs> もうねあの、みんなで火つけりゃいいのよね。で、こう例えばさ、生ガキ苦手だけど、牡蠣フライは好きみたいなマーケットって結構でっかいのよ。<laughs> ね。 宮城県で、ホヤからという立場でさ、作り上げようよって話なのよ。ね、みんなしてさ。エリアとしては、でも冷凍かけてるものだから、もう北の方、あ西の方とかって全然 OK なんですもんね。ああ、もう日本中。うん。あとその頃、全然世界中大丈夫だよ。そうですよね。西の方とかでホヤ食べると、やっぱもう鮮度落ちてるやつばっかりなんですよ。ああ、もう全然全然食べちゃだめだよ。本当に。生のね、ホヤは。 地元以外食べちゃでまあ我々七夕ばやっていうブランドを取ったんだけど実はこれ商標取れたんだけどさ<う>あの七夕の時期7月の上旬から仙台七夕8月上旬までこの1か月これのね品質が抜群なの。うんんうん、でこれ一番の特徴はねまえ、あ、ぐみも匂いもないんだけど、はい、あの加熱しても縮まないっていうね これが最大の特徴です。これ時期外すとね、はい、せんべいみたいなからになっちゃうんで。そこは大事。うん。え、ツやってたやつですか、ね、前。うん。あの、水揚げしてね、はい。その日のうちに処理して冷凍までしちゃうので、鮮度抜群です。<laughs> 冷凍すると鮮度落ちるとか嘘だから、都市伝説、それは。そんなことございません。冷凍した方がうまいですよね。うま、はい、う、は、まい。絶対うまい。うん。そうなんですよ。 だみんな勘違いしてる。だからもうね、だから可能性があるっちゃうんだけどね。いや、これ、本当に全国に住んでる宮城県人の DNA を持っている方で、親のから揚げやり、ね、料理屋さんとかさ、居酒屋さんとか店やってて、やりたいなって思う人がいたらさ、いくらでも送りますよ、本当に、ねね。宮城県の皆さん、送 <laughs> <や>りましょう、みんなで。 ムーブメントですよ、これ、本当に。なんだかさ、2022年に、はい、あ2021年か、えー、宮城県で発祥ですよ、ホ、え、ヤ、ー、のから揚げ、みんなさん、一緒に、えー、一人、そのうちの、あのー、一人になりましょう、ねえこれ <laughs> 今もやっぱりあれなんですか、ほやって、うん、こうやっぱり捨ててる現状とかってあるんですか、まだ。 あのね捨てるのはもう生産量を減らしてるっていうわけのわからない対策を取ってるので、で漁師はねでも生産量を減らすっつってもね、ねこれもちょっと専門的な話なんだけど、漁師さんは同じ海域で、はいえー、わかめホタテ、ホヤ、カキ、まあ、いろんなもの育てるわけだよ、はいね。真夏に取れるのはホヤだけなの。ああ、そうなんか。真夏の収入ってホヤしかないの。そうか,だから うん、秋冬はかきでいいよ。はいね、あとホタテも、まあ、その,あの間で取れるよ。わかめも冬取れるよね。夏ないのよ、収入が、親以外。<ー>これ気づいて、うん、だからやめるにやめらんないの。<laughs> なので、まあ、もう保証が出てなくても、取って市場出して、値がつかなくても、暴落しても、収入ってそこしかないの。 夏の収入って<ー>よしさんは、はい、なのでそれをさ冷凍して1年食べりゃいいんだよ。これだけの話そんな難しくない。うん、でも増やすだけではそうです、ね、そんなにそんなに1年中食ったって大した量じゃないんだ。うん、だからいや今ほや大変だからさ父ちゃんほや食ってくれよって言ったってさ、ね、また今日も増やすかっう話だよ。 俺はそんなおやつ5倍も食えねえべって話だよ。だから、からからだったらったてことですよね唐揚げにすれば一家4人で、ペロッと父ちゃんの食う増やすの10倍は食っちゃうでしょって話。<laughs> 簡単でわかりやすいでしょ、これ。わかりやすいわかりやすい。勝手に押し付けてるけど。<laughs> <laughs> いや、ほんとそうなんだ、でも。 うん、そうですよね、だこの間ね、あのクラウドファンディングと僕もちょっとね、少し出,して出させていただあ,ありがとうございます。はい、だからいろいろ活動されてて、早くあの家にあのか,から揚げが届くのを楽しみにしてるんですよ。ああ、そうそう、来週かな、始まりますんで、あの返礼品の。ああ、楽しみですね、うん。ぜひやってみてください。うん、あの俺もちょっと、まあ徳島とかね、あっちのほうによく行くんで、うん、あっちのほうでもね、あの声がけはしてるんですよ。 うんうんなんで、うん、そろそろ来年ぐらいもしかしたらあの取り入れるところとかあると思いますんで、うん、ああいい素晴らしい小屋とすだちがすげえ合うんですよ合うあるよね合う合うのか系はね恐ろしくあるねそうそうそう、うん、だからねあ,<る>あっちの土壌があるんでそれはねちょっとはめていきたいなと。 思っております、うん、実はね先週ね愛媛のやつとね、はい、あのう仙台で飲む機会があって、うん、ほやから食べさせたらさ同じこと言ですよっスダッチです四国で流行りますよなんて,て。そうそうそうすっげえあウス他のかぼすとかとやっぱ違うんすよねす立ちですねまあでもやっぱ宮城県人から加えるとあらさっな <laughs> そこそこからね <laughs> まあまあそうですね、うん、遺伝子に入ってますからね評論家多くてもうたまんねえよここに <laughs> <laughs> いいからいいさん。じゃあちょっと、<laughs> ちょっと最後の方もうまた30分経ちますかね、もう少しで。ああ、早いな。<laughs> ほら、たとだ。<laughs> じゃあ,あの、最後にですね、ちょっとあ,の、まあ、あと2分ぐらいあるんですけどもえ、お店のですね、まず基本情報をちょっと教えていただきたいのですが、ほやほや屋さんの塩釜本店は、11時半から3時ぐらいまでやられてるんですよね。そうです。 えー、今はね、えー、11時半から3時が基本です。まあでも、遅れそうな人は電話、事前に電話もらえれば、5時ぐらいまでは対応できる。なるほど。あのはい、夜はじゃあ予約すればなんとか。夜はね、完全予約です。まあコロナだったからもう完全予約にしてるんで、まあ店も小さいので、2名様以上で。あえー、1組だけです, 1> です、ね。1組だけ限定で。はい、これもうほとんどホヤが入った料理になるんですか。ホヤのフルコースですね。ホヤーのフルコース ええ、いやっつってもおやしは出てきません。<laughs> <laughs> まあでも事前に言ってもらえると、はい、あの料理人がね、中華の料理人なので、ここの人も食べてがいいんだよ。はい、なので、うんえー、それはそれで対応しますので。でもちゃんとほや食べましよ、そしたら。気軽におやい合わください。<laughs> はい、例えばもう。ランチのメニューは今、ほや塩ラーメン、最高です。ああ、ほやしラーメンですか。美味しそう。夜の前菜とかっていうの普通のほやスとか出てくるんですか夜だと。 ほやすはね、出してませんね。おかっこいい。えー、あのー、ほや、メインはほやのしゃぶしゃぶ。はいはいはい。あ、しい、ね、でこれはもう刺身で食えるレベルなので、はい、あのそれは、あのー、ご自由にポン酢でお刺身で召し上がりください,っていう。<laughs> で、しゃぶしゃぶしてもらって、で、足りなかったらお湯ぼやしてください。<laughs> ああ、なるほど。楽しい。酒とも相性いいですもんね。ああ、もう。 い,いくらでも食えるよ。<laughs> それそうだ。あのしゃぶしゃぶの回数でね、はい、味がラいくらでも変わるんだよ。うん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 。うん、こうしゃぶ十しゃぶで全然違う味。ああ、もう何回くぐしたかってことですねあ。そう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 。<laughs> そう。い<や>でもないよ。聞いてるだけでもちょっと酒が飲みたくなってきましたけれども。あもうそれではですね、あのもう最後に。 なりましたけれどもまずは直近のキッチンカーのところはホームページでご覧くださいというキッチンカーカレンダーというのがありますもんね。ははい、はいでそちらで、えー、見ていただいてぜひとも僕の方からもですねあの皆さんにあほやからとおーすっげえ美味しいですしハイボールとの相性抜群なのでぜひお楽しみいただければと思います,いますね。あ ラジオの出演ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。あと二週ぐらいやってもいいよ。<laughs> 本当かいじゃます。<laughs> ありがとうございました。<laughs>